モノクロに、ウスは中世代白亜気候期の北アメリカ大陸に生息していたツノ竜。鼻に一本の角が伸びているのが特徴で、一角竜とも呼ばれている。古くから知られている有名なツノ竜だが、この名前はあまり使用されなくなりつつある。1877年に、アメリカの古生物学者、エドワード・ドリンカー・コープは、モンタナ州で発見された断片的な化石をもとに、 新族モノクロニウスを設立し、新種 M クラッススを記載した。この時点では、角のある恐竜、ツノ竜の本格的な化石はまだ知られておらず、化石も不完全であったため、コープはモノクロニウスをハドロサウルス科の仲間だと考えていた。その10年後、別のツノ竜の化石の発見がきっかけとなって、モノクロニウスも正しく、ツノ竜として復元されることになった。 ツノリュウの化石は、その後も継続して発見され、いくつかの新しい属が記載され、モノクロニウス属にもコープ自身によりさらに2種が、また、古生物学者、ローレンス・ラムによっても3種が記載された。1904年に、ラムは、不完全だが、比較的特徴が、よく保存された化石をもとに親族、セントロサウルス・セントラソリスを設立し、シー・アペルタスを記載した。 セントロサウルス属は、これまでに記載されてきたモノクロニウス属と一見するとよく似ていたが、後頭部に広がるフリルの後端の形状などに特徴があり、比較すれば明確に区別ができた。こうして、セントロサウルスとモノクロニウスはどちらも属内の種数を増加させていくが、化石の研究が進むにつれ、コープとラムがモノクロニウス属として記載した種の一部は別属で、 新しい族を設立して独立させることになった。モノクロニウスとセントロサウルスが本当に別の族なのかどうかもまだ議論の余地があった。両方とも有効な族とする説がある一方で、セントロサウルスはモノクロニウスの新山シノニムであり、無効だとする説があり、さらに両者とも有効な学名、ただしセントロサウルスはモノクロニウスのア族である。 とする説もあった。1990年に、角竜を専門に研究してきたピーター・ドッドソンは、モノクロニウス族の模式種、M クラッススの模式標本、すなわち、コープが最初に記載した標本を再調査した。その結果、模式標本が極めて断片的で、不完全でバラバラなため、他の標本との比較参照をすることが困難であると、した。 セントロサウルス族とモノクロニウス族との関係を明らかにするには模式種の模式標本を参照する必要がある。しかし、標本があまりに不完全だとそこから比較するための情報を得ることはできない。セントロサウルス族の模式標本は属を規定するはっきりした特徴を持つが、モノクロニウス族を代表するはずの不完全な標本からは比較のための情報は得られなかった。 さらに、モノクロニウス属に残っている他の種のうち、頭骨などを比較できる標本は、成長途中の幼体か、別れ個体であり、基地のセントロサウルスなどの別属、あるいは未知の複数の新しい属のものだということが判明していた。ドットソンは、M クラッススの再記載を行い、コープが記載した標本のうち、不完全な頭骨のフリルを新模式標本に、 指定し直したが、最終的にモノクロニウスは、不適革命ではないにせよ、疑問名とせざるを得ないと結論した。古生物学者の中には、モノクロに、ウスは、不適革命として退ける意見もある。今後、モノクロニウス的な化石が発見されたとしても、それに、モノクロに、ウスの名を与えることは、ほぼ不可能である。ありがとうございます。